ここだと松浦漁港とか相馬港があるから、この辺にあれを合わせてみてもいいけど、ナビ？うん、こっちかそっちかどっちがいい？続いて右方向、仙台宇都宮方面です。この先しばらく道なりです。昨日は左行って温泉だもんね。料金は1200円。続いて右方向、福島市街方面です。海だ海、浜名湖みたいな。そう。なんか58。たこ焼き屋さん？タコも取れる？あ、違う、ホッキ貝って書いてある。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間50分です。運転お疲れ様でした。いいスタート率が良くなりました。次回はアイドリング時間に注意しましょう。木で止めてある、駐車場にしてあるんじゃない。何人さんが働いてるか。壊してんじゃん、泥棒。カッパ安っぽいもんね。注意しろ。あっちの階段の橋の下やってる人いる。あっち側行ってみる。橋の下。そう、橋の下だったらいいじゃん。雨。なんちゃ。だけ人ね、どんくらいいるか見てみ。あそこの橋の下やってる人いるの。お魚だね。上から見たら。待ってよ、アサリがだみたいに。前だなと思った。違う。違う。でかく見えるわ。お腹なんかパンパンなんだけど。ね。メス？うん、いらっしゃる。うん。何の魚だって開けたの？やってなくない？いるいる、あそこ。いいじゃん。横になってるじゃん。あそこ？あ、動いた。動いてない。動画撮れてなかったしねえ。
もしもし。はい。はい、お疲れ。うん。はいはい。はい、ありがとう。はーい。はーい。案内を終了します。ここまでの所要時間は2時間11分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。次回は速度変化の少ない運転を心がけましょう。聞いてみようか。ハイルーフがマンで普通車がクーになってるから、今日はホテル難しくね。どこ行きたい？ぐるっと回れる形になりますので申し訳ございません。はい、これがホテルでしょ。うん、でもこうだよね今。あ、これか。これ紛らわしいな、この間は。だから、あ、910。めちゃムンムンしてんな。仙台の牛タン。そうなの？え？違うかもしれないじゃん。いや、仙台でしょ。何で頼む？うん。買いの見物、一等買いなのに。
仙台牛使った熟成肉でございます。表面がしっかり火を通して、もう片面は少し短い目時間で焼けましたら、ぜひ画面つけてご利用ください。ジャンボ残り分20枚か。残り分って何の残り分20まだ連番連番で何か急に人通り少なくなった。なんで急に人がこんな少なくなった。またあれする行くなら行けそうなら行って。文化横丁。文化横丁。もうなんか居酒屋なのかスナックなのかよくわかんないね。居酒屋だね。入り口はもうなんかスナック感すごいじゃん。炭火串焼き。ちょっとうまそうだもん。
ほらもうこれぐらい、これぐらいのカレーをこう、こんな持っちゃってるところが、怪しいエルサ。いいね、でも好きだよこういう裏路地。あ、裏路地終わった。終わった。わあ、ぽいぽいぽい。これや。これっぽいな。70年以上なんかあるっていうやつ。これっぽい、これっぽい。これだ。いろは横丁。だいぶ閉まってるけんね。でも薬味とかあるからいいんじゃない。謎に服や。日曜休みが多いのかな。いや早すぎるでしょう。8時半だよ。こう開いるよ。タバコ吸える。メニュー見たい。結構音でかめ。まあでも別に一杯飲んで。でもちょびれるものがあるのかって話。ああまああるっちゃあるか。シャチズテと。まあいいですかって聞いてる。ここのガーリックステーキの方がうまかったりしてね。いや豚なの。ここいつもこの辺お店終わるの早いんですか。日曜日はほとんどやってないんです。日曜日はお休みなんですか。お誕生日おめでとうございます。観光で来られたんですか。観光っていうか、まあ、地元が静岡なんですけど。静岡。はい、ちょっと車中泊で東北の方を回ろうかって言って、で、まあその日によって泊まる場所、今日はホテルなんですけど、まあいつもは車で車中泊で RV パークとか、あ、車中泊、はい、道の駅とかで泊まれるとこ探しながら。何泊ぐらい。10日間ぐらいです。まだ3日目なんで。太平洋から青森の手前ら辺で日本海に抜けて。いただきます。